全都館、全都館、チョンドゥファン、日本語読み、全都館1931年1月18日体は、大韓民国、韓国の軍人、政治家。韓国第11.12大大統領、在任、1980年から1988年。本願は、旗前前氏。号は、日海、伊レ、イ礼、京昌南道高専生まれ。 朝鮮戦争中に陸軍士官学校に入学11期。同期にはロタイグラがいた。1960年6月、陸軍隊員として、蔡西,西省、長はじめ青切車、佐藤市鉄と共に、アメリカ合衆国ジョージア州、ホートベニングの特殊戦教育機関で6ヶ月間、沼地、山岳、サバイバル訓練などのレインジャートーニングコース課程を受けた。 また落下山降下訓練。これは、オプションと思われるを受け、空挺団創設要因となった。北西紀が空でだを起こすと、陸軍士官学校の生徒を率いて、指示を表明。この功績が認められて、最高会議議長秘書官になった。ベトナム戦争に、第9師団、第29連隊長として参加し、帰国した。1969年。 特選団司令部が創設された。第一空挺旅団を母体として次々と旅団が生まれてゆき、自らも第一旅団長を務めた。この特殊戦略司令部を経て1979年に国軍保安司令官になる。北世紀暗殺事件が起きると暗殺を実行した金彩刑を逮捕、処刑するなど暗殺事件の捜査を指揮する。12月12日に 改元司令官、低昭和大将を逮捕し、実権を掌握、宿軍クルーデター。1980年5月17日に5.17、非常改元令拡大措置を実施。9月に大統領就任。翌1981年から第五共和国政府がスタートした。前都官が第11代大韓民国大統領に就任した。 直後の1980年10月10日に北朝鮮の近日政主席は第6回朝鮮労働党大会で連邦制による朝鮮統一案として、後来、コリオ民主連邦共和国設立を訴えた、この案を全都間は拒否した。1982年には長年続いた夜間外出禁止令を解除した。1983年には、 中国民抗機韓国着陸事件が起きた。1984年、戦後の韓国元首として、初めて日本を訪れ、昭和天皇との晩餐会に臨むなど、日本と向き合う姿勢を強調した。この訪日の前に、全都間はすでに日中国交正常化していた、日本国政府を中海役にして、中華人民共和国が韓国を国家承認すれば、抱き合わせで中国と、 中朝同盟を結ぶ北朝鮮を日本に国家承認させるとす、計画を決定して、来日の際に、当時の日本の中曽根康弘内閣総理大臣に協力を要請した。1986年に訪中した中曽根首相は、中国の雇用法総書記に全都間から中国との国交を、それに至らぬとしても交流を拡大するよう望むと伝えてほしいと言われた。 一つは、LT 貿易事務所のようなものか、通商代表部を中間間で設置。もう一つは、ソウルオリンピックで協力してほしいということだったと、述べて中間が、通商代表部を設置すれば、日朝間でも貿易を行う意があると提案した。あとに、ソウルオリンピックへの中国参加や、中韓国交正常化は実現するも、この時点で、雇用放送初期は、 韓国の対中姿勢を評価しつつ、北朝鮮の態度を理由に、日朝貿易や韓米中朝4カ国協議などに、否定的った。1984年、政治活動非規制者202人の規制を解除する。また、ほぼ同時期に第一次教科書問題が発生。中国共産党に連携する形でこれを批判した。ただしこれは純粋な歴史認識問題というよりも、 日本に60億ドルの経済援助を求めていたが、日本は飲めないということで膠着していた、全都間が、自らの独裁権力の強化のために、日本からの援助を引き出させる手段として用いたとする、説もある。日米との連携を強め経済の活性化に、成功するが、1983年に、ミャンマーのアウンソン病へ赴いた際、 北朝鮮の工作員による前途間を狙ったラングーン爆弾テロ事件が発生する。彼自身は難を逃れたものの、事件で多くの閣僚を失った。さらに1987年には北朝鮮の工作員、金県キラによる大韓航空機爆破事件が起き、南北関係は緊迫度を増した。反政府活動の取り締まりも強化し、大学生の副業の禁止や、 卒業の制限、学生運動に関連した学生を強制的に入営させて、密告やスパイを奨励させる、緑化事業を行った。1980年には、非常会限令拡大措置に伴い、社会的に弱者とされる失業者やホームレス、あるいは犯罪者や学生運動家、労働運動家など、約4万人を一斉に逮捕させ、軍隊の 賛成教育隊で過酷な訓練と強制労働を課した。特に校舎は暴行などで52人の死者を出し、後遺症の死者は397人、2768人に精神障害を残すなど計り知れない傷跡を残した。あまりの酷さに人々から一旦入ったら生きて出られぬと恐れられたという。逮捕された者の中には公衆事件に連座した。 高校生や主婦、14歳の女子中学生も含まれていた。また、全都間政権下では、国家保衛立法会議によって、北政規政権時代に制定された反共法が国家保安法に統合される形で廃止されるとともに、言論基本法が制定され、言論統廃合が行われている。全都間の大統領在任中テレビでは、全政権批判は一切許されず、 韓国標準時21時の KBS ニュース9が必ず全都間3日のニュースで開始されたため、天井ニュース等と揶揄された。クーデター後に近代中を含む野党側の政治家を逮捕また軟禁し、非常戒厳令を全国に拡大させ、これに反発していた公衆での民主化要求でも、鎮圧するため陸軍の特殊部隊を送り、市民が多数虐殺された。 公衆事件。近代中は、軍法会議で、死刑判決を受ける後に、無期懲役に減刑もの,の、の1982年にアメリカに出国。1987年以降には、会見、反政府運動も活発化し、7月には、政権以上を表明。前途間に対しては、独裁者、虐殺者、在任中の汚職など、 否定的なイメージで見られることが多いが、その反面、経済発展やオリンピック誘致、スポーツ振興などの功績を評価すべきだという、保守原の擁護論もある。退任後には自ら財団を設置し陰性を狙うが、利権介入などが発覚し親族が逮捕されるに、至って、1988年11月23日に、資材の国庫への堅納と陰遁を表明した。 その後も公衆事件や不正蓄財疑惑への追及がやまず、ついには訴追されて死刑判決を受けた近代中の計らいにより、減刑の後、特赦。2004年にも、ひその不正貯蓄について、検察から出頭を求められている。2013年、いわゆる全都間追徴法が成立し、一族の不正蓄財に対する強制捜査が行われ、同年9月10日、 滞納が続いていた追徴金の未納分1672億本について関西すると発表した。この際に検察の捜査などを受けたことがきっかけに記憶喪失を起こしその後アルツハイマーの診断を受けたと主張し2018年8月28日の名誉毀損罪で起訴された刑事裁判の出廷を拒否した。しかし アルツハイマーと診断されたと主張している2013年以降も外部の行事に何度も出席し2017年に回顧録を出版していることなどからアルツハイマーのため出廷できないとの全都館側の長は疑問視されている。全都官が大統領に就任して第一に目標としたのは観光の奇跡以来の経済成長の夢の再来だった。 就任当時、経済成長率はマイナス4.8%、物価上昇率は42.3%、44億ドルの貿易赤字を抱えていた。経済成長をなくして国は成立しないと考えた。全都館は執務の合間に経済学博士や財界の実業家などを呼び大幅に時間を割いて経済の勉強を開始した。 この際、国民総生産600億ドルを目指し、日本から学んで、日本に追いつこうをキャッチフレーズとした。経済政策は、僕世紀時代に作られた、経済企画院ではなく、青華大の経済主席に任せ、自らが事実上、経済政策の主導権を握った。この結果、1987年の経済成長率は12.8%、 物価上昇率0.5%、貿易黒字は114億ドル、国民一人当たり GNP は3098ドル、国民総生産は1284億ドルと、主要な経済指数のほとんどを上向かせることに成功した。全都間は、韓国の歴代大統領としては初めて、現在の韓国を含む朝鮮半島が、日本の領土となったことは、自分の国、 当時の大韓帝国にも責任があったと認め、当時日本でも大きく報道された。1981年8月15日の幸福節記念式典の演説では、我々は国を失った民族の地辱をめぐり、日本の帝国主義を責めるべきではなく、当時の情勢、国内的な団結、国力の弱さなど、我々自らの責任を厳しく自責する姿勢が、 必要であると主張している。また、翌年の幸福節記念式典においても、歴史教科書問題により、日本人に対するタクシーの乗車拒否が起こるなど、反日感情が渦巻いていた韓国において、前日の通り強行的な姿勢を見せながらも、異民族支配の苦痛と侮辱を、再び経験しないため確実な保障は、我々を支配した国よりも暮らしやすい国、 より不況な国を作り上げる道しかありえないのべ活美を強調した。その一方で1982年には、日韓基本条約締結時に棚上げを約束していた、竹島を、独島海鳥類繁殖地として、韓国の天然記念物に指定した。1984年9月に、禅が国賓として初訪日した際、昭和天皇は、同年9月6日、 九中盤三会の席上、今世紀の一時期において、両国の間に不幸な過去が存在したことは誠に遺憾であり、繰り返されてはならないと述べた。韓国の外交文書によると、韓国政府が日本側に対し昭和天皇が日本の朝鮮半島統治などについて、反省を示すよう事前に求めていた。また、原骨託氏によれば、禅は九中盤三会の前日に、 安倍晋太郎外務大臣と会談し、弱い立場だと、豊かな人、強い人に対して、ひねくれを感じ、相手が寛大にしても誤解を持つこともある。だから強かったり、豊かな人が、少しくらい損をしても寛大な気持ちを持つべき。韓日の過去の誤解は大部分そういうものだったと、述べたという。原告は、韓国はこれ以降、大統領が交代するごとに、日本に対して、 謝罪要求を行うようになったと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。